オリックスと海保守王国、タイプが違う保守を3人集めてしまう。ホストンブーいつ見れるの。石川明も仲間に入れてよ。攻撃の森とも、守備の若月、バランスのトンブーって感じか。森がライト守備してたのはたまれた。前も高校時代から森見とるけど、初めてライト守ってるとこ見て出てきた。伏見微妙やし、檻の使い方がうまいだけなんかな。森友、話外野手やってたらメジャーいける可能性ゼロじゃないからな。古種なら一生 NPB だし。大谷翔平がメジャーにいるうちに3年ぐらいメジャー挑戦すれば一生遊んで暮らせるレベルの金入るだろ。オリックスブランドでメジャー挑戦はなかなか美味しい契約もらえる可能性だ。かいしな。森、西武の頃自分がエラーして懲罰交代された試合の高ベンチで泣いてた。その頃からきっと保守は無理なんだと気づいてたと思う。あの時ファンもみんな無理と思ってたわ。辻がすぐに西武の保守は森と言ってかわいそうだった。西武ではライトいや嫌なのしてた割にオリックスだと出れるならライトでもいいと変わったのが草やった。まあ今怪我人ばっかりで仕方ないとはいえ、今年掘り取ったのうまいよな。森若月衰え見えた頃に世代交代させる気やろ。若月が残留したのずるいわ。伊藤返すから若月ちょうだいよ。頓宮も首位打者だもんな。ご視聴ありがとうございました。